はいどうもダークネスローズです。はい、白礼神社にようこそ。<laughs> あの、画像を白礼神社にしてるから <laughs>。っていうことなんやけど、別に、あの、白礼神社は全く関係ないです。あの、いい背景というか、いい画像が思い浮かばなかったんで、あの、白麗神社を、あの画像というか、バックにしたんやけど、あの、話は全然違くて、あーっと、あ、1個。 これあ,のあまりにもしょうもないからあんまり深く話すつもりはないけど、まあ、ちょっとだけえっとなんかのニュースかなニュース系の YouTube のチャンネルあのテレビでやってるニュースをその放送局があの流してるメディア系の,の YouTube チャンネルのニュースに、まあ、あるコメントを俺がまあつけたんやけど相変わらずなんかあの。 何て言うんだろうな、また聞きで話聞いただけのさ、コロナバカがさ、あの絡んできたやつがまたいるけど、うん、あの、こういうやつがいるから鬱陶しいなと思うよな、自粛中とかなんかああいう変なやつだな、もうあんまり関わり合いになりたくないんやけど、はい、もう情弱とは話したくないです。はい、っていう感じで、まあそれはいいとして、えー、っと、昨日さ、あのー、宮迫氏と光くん、まあ宮迫氏はもう関係ないよ、光くんの、 <laughs> あの熱量が大事っていう話をまあラジオ動画でさせてもらったと思うけどまあその流れでえとまあ熱量って言ったらそれを楽しむっていうことでその言ったらななんだろうなビジネスとして真面目にというかもうその仕事として突き詰めてやるみたいなああ YouTuber のラファさんとかラファエルさんとかみたいなタイプの人とかでそういうんじゃなくて、あ。のー そのビジネスとしてももちろん考えてるけどセンスとしてはねでもただそれは自分がそれをやりたいそしてそうなりたいまあそれをやりたいっていうのとは違うちょっと違うんやけど例えばこれやったら絶対当たるやろっていう確信が自分の中にあってじゃあそれやろうよってそのまあとりあえずやろうとできるかどうかとかそれでじゃあ外れて失敗する可能性がないわけではもちろんないそれは。 エビデンスがもちろんある話ではないからそう成功しないこともあるかもしれないしそのやったとてうまくいかないそもそもができないかもしれないそのできると思ってたけど思いのほかうまくいかなかったりイレギュラーなことが起きたりすることはもちろんあるしただそんなことを言ってても仕方ないからとりあえずやってみようっていう,もうやろうっていうとりあえず行くとこまで行ききってダメで失敗だったら、まあ、それは、まあ、そこで切ってまた違うことをすればいいからっていう考え方 いうかね、そういうものってまあすごく大事でそのやってる過程失敗、まあ、するにしても成功するにしてもその生ききるところまでその行くとこまで生ききるところまではもうその全力でもちろんやるししかも全力で楽しむともうそのんやろそのビジネスとしてとか、まあ、これやったら成功するからもう全力まあそのやってるつもりになればいいとか言ったら仕事とかでも。 あのまあ金のためだとかまあ生活のためだとかって言ってやるんじゃなくてもう本当に心からそれをやりたくてたまらないっていう感覚でやるっていうね楽しむってみんなでねチームでまあ特にあの光君とかチームでやってるからネクステとかねだからそれで全力で楽しむみたいな感覚ってやっぱりまあそこがまあ魅力なのかなと思うんやけど。 それと同時にあの,日あの人っていうかあの子が光君がその目指してることとしてまあよく言われてるというかまあ本人が言ってるし周りの人とかも言ったりしてるけどあのまあそれこそこの間のツイキャスか何かで言っててまあとにかくもっと人気者になりたいとっていう話をしてたんやけど人気者って何なんやろうなっていう話でもともと 前あと昨日の話でも言ったと思うけど光君にめちゃくちゃバズったことまあ今もそうやけどその一時期ね <laughs> あの登録者がヒカキンに迫る勢いだったことがあったよねで今は話されてるっていう話をしたと思うけどまあ確か、えー、と1000万だったかなヒカキンはで光君は400300万ぐらい今はそのぐらいかな で今はそんなもんなんやけど、えー、とその当時本当に登録者が迫る勢いだってあのこのままいったらこすんちゃうかっていう時期があったよねまあその時俺そんなに実は見てなかったんや柴田とかラファエル氏とかはあのねあの見てたけどでその流れであの炎上軍とかああいうのは見てたけどひかりくんの動画自体は見てなくてそんなに詳しくもなくて別に好きとか嫌いとかではなかったんやけどそんな知らなくて。 見てはなかったんや結局そのラファエル氏とか柴田氏とかその辺の関係とかあ,、まあ、あとその周りの YouTuber の人とかの動画を見たりするからどうしてもその情報入ってきてたやん,なん超える勢いやでそれぐらいあの登録者増えてるでみたいな話は、まあ、聞いてたよその当時ねもう何年も前の話やけどで、まあ、その当時ってもちろんめちゃくちゃバズってるしめちゃくちゃその囲いというか ファンははいたはずやんよねだけどその当時ってまあ言ったら金とかその過激な企画とか言ったらそういうのでまあそのレペゼンとかみたいまあレペゼンとも関わりあるけどレペゼンみたいにその炎上商法でやるっていうことでもなくてまあ言ったらねあの,あのジャスミンちゃんの時みたいにさジャスミンユマっていう子いたいよ、ね、あの子の炎上あの。 パワハララインかなあのホテル行こうってやつ <laughs> あ,ああいうさあの炎上商法ではなくてないけどただそのどっちかっていうと嫌われつつファン取りに行く感じやったやんか要は過激なことやっておいそんなことやって大丈夫なんかみたいなあのラファエル氏でもそうやんかあのフロントガラス叩き割ったりとかまああんなんはそうやけどあの風俗系とかキャバクラ系とか言った夜,夜系のエロ系の ネタとかをめちゃくちゃゃくやってたしまああのー、ある方面からは叩かれるだろうなって今実際叩かれてたし今でも叩いてる人いるしねアンチは当然つくようなそのスタイルだったわけよていうかまあ今もそうだと思うけどただその比率の問題でそれはアンチは人気になれば絶対いるわけよどんな、まあ、ヒカキンでさえいるだろうし俺もあんま好きじゃないしまあアンチではないけど。 あんま好きじゃないしっていうふうにそのクリーンなキャラクターの人間でもアンチは当然いるわけでそれはもちろんいるんやけどそのアンチとそのファンの比率っていうのがやっぱりその,アンチの比率が多いとそのフ,ァンよりファンより多いことはないけどその一般的な人気者とされる人よりそのダーティーなイメージがどうしてもひかる君とか闇のイメージが強いやんかあの祭りくじのあのやつとかっていう感じでダークヒーローな感じやん。 あのあくまでででヒヒーローでははるんよルそれこそ柴田氏とかみたいな、まあ、ラファエル氏とかもそうかな、あのー、みたいにあからさまにヒールに傾くような動画を撮ってるわけではないやんその祭りくじにしたって言ったらその当たり入ってないんちゃうか子供がねめっちゃ買ってたりすんのにあの当たり入ってないんだったら詐欺やろうみたいなまあ詐欺ではないけどな別に、まあ、詐欺ではないというかまあこ厳密に言ったら詐欺なんやけど。 まあよくある慣例的なものやんか。やけどそれってまあどうなのってあの金使って暴いてやるよっていう考え方だからそのまるっきりヒール悪役ではないけどただその金を使ってそれ全部買ってその当たりが入ってるかどうか調べるっていうのはまあなかなかそのダーティーな部分もかその金を使ってるからあるやんか。やから そのどうしてもダークヒーローでそのダークヒーローでありつつやっぱダーティーなイメージっていうのはその特に前の,その情報商材の仕事とかもやってたやんかあの金,金髪起業,業家ヒカルだったっけやってたやんかああいうのとかもそうだし馬、まあ、あの剣で燃えて、まあ、あれはその後かなそのヒカキンに迫る勢いだった時にバリューの剣があって炎上して登録者がバーッと減ってで 謹慎というかちょっとの間活動停止その光くんとかラファエルさんとかが活動停止な一時期ねなってたりっていう話があったんやけどまあその辺の周りの話で結局そのダーティーなイメージがめちゃくちゃ強かったんやね、まあ、今も多分そのいわゆるえっとねウームの YouTuber の人とかそのさっきのヒカキンとかセイキンとかあの辺の人とかと比べたら まあやっぱダーティーなイメージは強いと思うんやけどただそのあの人あの光くんに関してはその人気者になりたいっていうまあ自己顕示欲というか承認欲求なんかなそういうのがやっぱりすごく強くてまあ本人がそういうふうに語ってるんやけど強いからあの人気者になるってなったらそのただバズるってなのは違うやんか。 これ俺もさそのとある人っていうか、まあ、仲のいい人今では俺も仲いいと思ってるんやけど相手がどう思ってるか分からんけど、まあ、当時もっと仲が良かった人から、まあ、指摘を受けたことがあって俺の活動に対して。あの結局その炎上とかその過激な発言とか行動とかであのバズったり目立ったりしてもそ,のそれは人気にはならないんじゃないの 人から好かれることではないやんかっていう話をされたことがあってそのまあ確かにそうなんよねあのそ今光くんが目指してる人気者っていうのもそうだけどこれまず好かれることっていうのがまず前提にあるからアンチはいてもいいんやけどそのアンチが多すぎて好かれてないとただまあ面白かったりとか企画が過激だったりとかさっきも言ったけどねあとその金を使っていることでまあ派手だったりして目立つこととかね そういうい影響があってあの見られるとあちょっと面白いから見ようかなって思うけどじゃあ面白いと思ってるからってじゃあ好きかって言われたら好きじゃなかったりとかねちょっとあまりにもダーティーすぎるやろみたいな考えの人も多いだろうからその好かれてるとのは違うんよね面白いって思われるのと好かれるって全然違うんよねやっぱ領域が。でやっぱり人気者になりたいって思ったら好かれないといけないんよ一応。その 何度も言ってるけどアンチはいてもいいのよもちろんいてもいいんだけどだからアンチにやたらそのアンチを減らそうと努力する必要はないんやけどただそのファンには好かれなあかんのにあのファンでも突き放すようなことを言ってまったりするんよあのまあこれ俺好きだから言うけどそのレペゼンとかでもそうやんかあのすいませんでしたって謝ったと思ったらうつとだよみたいな感じのこともするやんあの柴田とかでもそうだけど。 あ、あいうのとかってその真面目なファンとかでガチで騙されたりするんよね。情報あの情報弱者とかアホとかガキとか <laughs> ガチでそれ鵜呑みにしてあ、本当に謝ってるんだと思ったら、その後にひっくり返されるから本気で怒るやつとかいるんよね。アホやからうん。そんなの。そんな。なんかエンタメをマジに受け取るやつって。もうほんまにアホやと思うけど、そういうアホっているんよ。普通にうん。 あの今だからいるっていうことじゃ今のキッズがそうっていうことじゃなくて昔からそうだと思うよ俺だってそれは小学生ぐらいの時なんかそうだったしだからキッ,キッズなんてずっとそうなんよマジで受け取っちゃうんだからその人気者になろうと思ったらそういうバカもちゃんとその分かってもらわなきゃいけないからそうやってなんか変に騙しちゃうと もうその嫌われたりとか怒ったりするからそういうやつって怒ったりするとこれはアンチに転じたりするからそういうちょっとしたことでもそのキッズとかまあいわゆるガキなんてああのちょっとしたことでそのアンチに傾いたりするから平気でそのどんだけファンファンヒカルさんヒカルさんって言ってても例えばラファエルさんラファエルさんって言っててもそのちょっとでもそういうことがあって腹立ったら「あいつなんかもう変わったわあいつ嫌いだわ」とかって言う普通にアホやから。 うん、だからその人気者になろうと思ったらそ,それをやったらそれをやったらあかんっていうかそれをばっかりやってたらあかんのよね、うん、それはそれで俺はありだと思うよそのやり方をやることが俺は間違ってるとはそれ指摘もされたけど俺は思わないのよ別に正しいとも思わないけど間違ってるとも思わないのよそのやり方もあっていいと思うんやけどただ人気者になろうと思ったら違うんかなと思うよやっぱりその あのカリスマでもないけどその支持その内面的なものを支持されるファンにねっていうのってやっぱでかいんかなっていうのは思うよね結局、うん、そのバズるとかあの影響力を持つとかあとその成功する稼ぐとかっていうのだったら別にそのなに好かれなくてもいいんやけど一時的なブームで終わっちゃうし。 好かれてないから面白,く面白いから見てくれてるだけやからその面白くなくなったら見てくれないやまあ当たり前だけど動画とかでもそうやけどでも俺の動画とかでもそうだけど見てくれてる人多少いるやんでもはっきり言って俺自分でも人にも言われたことある <laughs> 友達にも言われたことあるけどお前の動画ってそんなに面白くないって言われたけども実際そうよそ,のそんなゲラゲラ笑うようなことでもないし うん、面白いとも言えないけど。でもその仲がいいから見てくれてる人とかもいるわけよ。そういう人って言ったら俺の内面を知ってたり。とかそういうことなわけやん。それと一緒であの？好きになってくれたりとかあのなんだろうな。そういう風にあの好意的に見てもらえたら、あの少々面白くなくてもあのくすっと笑ってくれたりとか。 そう,そういう話もありだよねって言ったりしてくれるんよねでも面白いだけで見られてたら面白くなくなったら絶対見てくれないわけよそいつのことは嫌いだから嫌いっていうか好きではないから、うん、嫌いと好きではないはまた違うけどね別に嫌ってるわけではないけど好きではないとその性格は好きじゃないけどこいつのネタ面白いんよなっていうことあるやんでそういう状態だったら面白くなかったらもちろん見てくれないわけようんだから 多分そのその俺がそうなりたいとかじゃなくてその光君的にはそのなりたい人気者っていうのはやっぱそこが含まれてると思うよあの彼ってやっぱダーティーなイメージってどうしてもあるからそのダーティーなイメージを消したいわけじゃなくてそ,のそれだけじゃないっていうところを見てほしいっていうのがあるんかなって思うよ好かれたいいっていう気持ちうんまあでも俺もそれは大事かなって最近はちょっと思うようになったよそのさっきもやり方は間違ってないとか言ってたけどでもでも 多少ななりやっっぱ好かれることって大事なんなってだってその俺のコンテンツが100%面白いわけないからそ、うん、面白いと思ってくれる人もいるかもしれないけどそのゆっくりにしてもそうだしその実写の動画にしてもこういうラジオにしてもそうだけど話が面白いって思ってくれる人もいるかもしれないけどその例えば10本あったら10本全部面白いわけないんよ。だからでもその好きだって 気に入ってくれた俺のことを気に入ってくれたとかその好きだと思ってくれたら見てくれるわけやんそれでも面白くなくても見てくれるわけやんだからそれって大事なんかな好かれることっていうのも大事だしその言葉悪く言ったら迎合することその自分がやりたいことは違うけどそうこれを言ったらこれをやったらファンに受け入れられるっていうことに関してあくまでファンに対してねその世間一般に対してではなくてファンに対して。 それをするっていうののはやっっぱ大事なななこととかてててその活動者としてねっていうふうなことは最近ちょっと学んだかな。まあ実行はまだできてないけどね <laughs>。はい。まあそんな感じでちょっと長くなりすぎたんでこの辺で終わろうと思います。はい。ダークネス・ローズでした。バーイ。